アジア自動車はかつて存在した大韓民国の自動車メーカーである。1965年に創業し、1976年からキア産業の子会社となり、1999年にキアに吸収合併されて会社解散した。夏季のような歴史的経緯もあり、事実上商用車専門メーカーであると言える。韓国政府は1962年に第一次、 経済開発後可燃計画の一環として、自動車工業保護法を制定し、ノックダウン生産のための輸入部品への関税を減免するなど自動車産業振興策を打ち出していった。この追い風を受けて、アジア自動車工業は1965年7月2日、全羅南道甲州に設立された。当初は、軍用車両の製造に従事していたが、フィアットとの交渉を開始し、 1970年からフィアット124の組み立てを開始した。しかし、わずか3年ほどで製造中止となり、アジアは経営不振から1976年にキア産業によって買収された。第二次オイルショックを受けて、1981年には韓国政府によって自動車産業の合理化措置が取られ、現代自動車とセハン自動車は乗用車、キア産業及び、 アジア自動車は商用車の製造に専念させられた。1986年にこの合理化措置が解除されると、キアは乗用車市場に再参入するが、アジアは引き続きトラックバス及び軍用車両の製造、販売を担った。1999年、現代自動車によるキア自動車の買収に伴い、アジア自動車はキアに吸収合併された。 従来のアジアブランド車は、キアブランドに変わったが、そのほとんどは5年以内に打ち切られ、2018年10月現在、韓国向けキア公式サイトで、ブランドが残っていることが確認できる車種は、クランバードのみである。アジア自動車の製造拠点は、キア自動車公衆工場となっており、ソウル、スポーテージなどが製造されている。ありがとうございます。